と呼ばれた明治末期の芸妓万流。万流本名カムカンシスは明治27年に東京で誕生。そんな彼女は運送屋の下請けをしていた父親が廃業となり、家庭は困窮。7歳の時に沖屋春元の昼間染めの養女になり、昼間雫となった彼女は赤坂の小学校に入学するが、美しく服装も華やかだったことから他の子供に見せられないという理由で学校から通学を拒まれたこともあったそう。数えで14歳の時にお披露目をした万流。彼女は芸妓の人気投票で9万票を得て第1位となって注目を集め、絵はがき美人として人気を博した。そんな彼女は明治43年に箱根で大洪水に遭い、貧血で逃げ遅れそうになったところ、大学生の常川陽一郎に助けられ、翌年再会した2人は恋に落ち結婚。しかし結婚4年目に常川が病死すると、万流が再び芸妓に戻るのかどうか世間は注目したそう。しかし翌年、常川の友人で建築家の岡田真一郎と再婚。彼女は病弱だった夫の看護や設計事務所の手伝いをした。夫は昭和7年に逝去し、彼女は再び未亡人となったが、その後は茶道教授となり多くの弟子に慕われた。明治の美人芸妓花代梅が犯した殺人事件。花代梅は桜藩の下級武士の娘に生まれ、家庭が貧しかったことから9歳の時に養女に売られた。15歳で柳橋の芸妓となり、18歳の時新橋へ移り秀吉を名乗った。そんな彼女は美貌で切符が良かった反面、勝ち気で酒癖が悪く切れやすい性格だったよ。座敷で青梅を見かけたお客はそのヒステリックな様を見て、人殺しでもしかねない女だと言ったという。19歳の時には300人を超える柳橋の芸妓の中でもトップの人気を博し、銀行の頭取がパトロンとなったり、歌舞伎役者と関係を持ったり、浮いた噂がいくつもあったとか。24歳の時に実家に戻り、父と待合茶屋水月楼を開業。しかし実家と営業のことで意見が対立し、番頭の安木峰吉が実家に加担して青梅の追い出しを図ったことから、隅田川下藩で峰吉を視察。青梅は無期徒刑の判決を受けた。明治35年に徳赦により出獄すると、女役者となり芝居で自分の経歴を演じ続けた。男に騙され売り飛ばされた没落家族松平義子の悲劇。父の松平信康は元出羽の国上の山藩の藩士で、上の山藩知事芝大神宮の社史を歴任する子爵だったが、例年の宝刀三昧がたたってその座を返上させられた。家族から一般庶民へと転落した信康は失意のうちに亡くなるが、そんな中昭和7年に義子の元に縁談が舞い込む。僕を婿養子にすれば必ずや松平家を再興してみせる。そう申し出たのは芳賀八郎で、これに騙された老母は義子の意思も関係なく八郎に嫁ぐよう命令。売られるように結婚した義子のその後は、既成事実さえ作ってしまえばこちらのものとばかりに態度を表現させた八郎によって、なんと700円で京都の沖屋に売り飛ばされてしまった。温室育ちの御令嬢が落ちぶれて芸妓となった。そんな触れ込みで義子は好奇の目で見られ、手合いからいじめられることも少なくなかっただろう。過酷な仕事に心身を病み、倒れても休む暇などない。通院しながら仕事を続けていた。ある日乗っていた電車がカーブを大きく曲がる際、遠心力で振り落とされ全身をアスファルトに強打。昏睡状態に陥って意識が戻らないまま息を引き取ったのだ。日本初のミスコン優秀者瀬広弘子。日本で初めてのミスコンは明治24年7月に浅草の名所浅草凌雲閣が主催し、観光を目的に開催した東京百美人という名前のミスコンは行われた。この時対象となった女性は有名な芸者100人で、彼女たちの写真を建物内に貼り、それを見に来た人の投票によって順位が決められた。総投票数は約4万8000票にも上ったそう。そして栄えある1位に輝いたのが新橋の芸妓玉川や玉菊という17歳の女性。これは芸者が対象となるミスコンだが、一般の女性が対象となった初めてのミスコンは17年後の明治41年に時事新報社主催の全国美人写真審査が行われた。約7000人の応募があった中から見事1位に輝いたのが16歳の末広弘子。審査員13人のほぼ全員の絶賛を得て堂々の一等に押された。彼女はお茶やお花、お琴やピアノまでたしなむお嬢様で、その美貌から小倉小町と呼ばれるほどだったとか。そんな彼女は容姿を世間にさらし、学校の対面を汚したことが原因でなんと学習院女学部を退学になってしまったのだとか。新五千円札の肖像に選ばれ、生涯を通じて女性の地位向上と女子教育に尽力した教育家と言われる津田梅子。彼女は6歳の時に岩倉使節団の最年少留学生として親元を離れ渡米し、以後11年間アメリカの家庭で育った。帰国した梅子は日本とアメリカとの間で女性の地位に大きな差があることに衝撃を受ける。日本の女性たちは10代半ばの若さで親の決めた相手と結婚するのが当然で、当時の日本は女性には高等教育を受ける機会がほとんどなく、自立には程遠い状況だったのだ。梅子はこれからは親が決めた相手ではなく、自らパートナーを選んで結婚する世の中になるべきだという思いを強く抱いていた。また教師として働くことで経済的にも自立した女性でいたいと考え、21歳の時には伊藤博文が設立を後押しした家族女学校の教壇に立つ。そして梅子が36歳の時に念願だった女子英学塾、後の津田塾大学を創設。彼女は専門的な教育を通して女性の生きる世界を広げ、自立へと導くことに人生を捧げたのだ。男装も男前、伝説の芸妓安藤照子。安藤照子は明治13年生まれの芸妓。四ツ谷の漆問屋松屋に生まれた照子は生家の没落により安藤家の養子となる。残されている写真は非常に現代的な美貌で、鼻筋の通ったキリリとした男装姿も非常にハン
ンサムな女性。14歳で下流界に入り、歌舞伎役者の市村右左衛門に見初められて結婚するが、離婚し再び芸妓に戻った頃、元老山形有朋の紹介で明治大正の間に総理大臣を3度も務めた桂太郎と出会い、恋に落ちる妾という立場ではあったが、おもちゃにされるのなら嫌です。芸者だって人間です。生涯のことを考えてくださるのでなければ御免を被ります。富を切り、その江戸前の気風の良さに惚れ込んだ桂の寵愛を受けた当時の政財界は、しばしば政治の密談にお座敷を利用しており、明治政府の要人には美しい芸者を夫人にめとった人は少なくなく、特に新橋や赤坂の芸妓は夜の接客業でありながら憧れの対象という側面もあったよう。貢がれた額は桁違い。伝説の芸妓エラカヨ。エラカヨは1862年生まれで、父親は道場主、母親は課長の三宅に仕えた女性と出自もよく、美しいだけでなく芸事にも優れていたため、お座敷に出て瞬く間に売れっ子となった。その美貌は西園寺金持、木戸孝允、伊藤博文といったそうそうたる明治政財界の立役者たちを翻弄し、歌舞伎役者五代目中村歌右衛門まで、こんな芸妓生涯二度とお目にかかるまいと言わしめた伝説の女性。かよに恋をした西園寺金持は彼女を東京に連れ帰るが、制裁をめとらないという西園寺家の家訓により破局、手切れ金として送られた某社な調度品は噂の的となったそう。その後木戸孝允と付き合い、結婚寸前まで行くが、1877年に木戸が死去したことで関係は消滅。またその後は伊藤博文が大層入れ込むが、かよは伊藤に振り向くことはなかった。彼らが彼女に貢いだ現在の貨幣価値に換算すると1000万円近い商代も伝説となっている。最終的に豪商の妾となり余生を過ごしたそう。銀河鉄道39メーテルのモデル楠本孝子。楠本孝子は幕末の日本に渡り、蘭学と医学を教え、日本の知識人に大きな影響を与えたシーボルトの孫で、孝子が後年書いた式によると、孝子は母の稲が死である石井宗賢に強姦されて宿した娘であり、当初は天馬ただで授けたものという諦めの境地からただ子と呼ばれた。孝子は13歳の時まで長崎の祖母の元で育ち、幼少時は琴や三味線、舞など芸事に熱心で、医者を継ぐことを期待していた母を嘆かせた。その後宇和島藩の奥女中として奉公を始め、14歳でシーボルト門下の医者三瀬諸口と結婚。25歳の時に夫に先立たれた後、異母系石井信義の元で産婦人科を学んだ。しかし医師の片桐重明に戦中で暴漢され、男児を産む事態となり、医療の道は断念。失意の孝子であったが、その後かねてより孝子に求婚していた医師山脇大輔と再婚。山脇との間に一男次女を授かるが、結婚7年目に山脇は病死。その後は叔父の世話を受け、東京で母と共に暮らした。以後は幼少時に熱心だった芸事の教授をして生計を立てていたそう。坂本龍馬が愛した女お龍。お龍は坂本龍馬の妻で、医師である楢崎正作の長女として誕生。父は昭蓮院宮の爺であったため、お龍は裕福な家庭で育ち、生け花、香道、茶の湯などをたしなんだが、炊事は苦手だった。しかし父が安政の大獄で捕らえられ、茶面後に病死。父が亡くなり困窮していた頃に坂本龍馬と出会い、妻となる後年のお龍の解雇によると、龍馬と初めて会った時に名前を聞かれて紙に書くと自分と一緒だと笑っていたという。薩長同盟成立直後の寺田屋遭難では、彼女の機転により龍馬は危機を脱した。この時の龍馬の負傷療養のため、鹿児島周辺の温泉を二人で巡り、これは日本初の新婚旅行とされる。しかし龍馬は慶応3年京都大宮で暗殺された。龍馬の訃報が伝えられたお龍は髪を切って仏前に添えると大泣きしたという。お龍は龍馬の未亡人として土佐の坂本家に送り届けられたが、龍馬の姉乙女との不仲が原因でその生活は長くは続かず、3ヶ月ほどで立ち去ることになる。その後大道商人と再婚するが、晩年は落白し貧窮のうちに没した。カミソリ大臣を支えた社交界の花陸奥良子。霊利な政治手腕でカミソリ大臣とも呼ばれた陸奥宗光の妻陸奥良子。宗光と良子の出会いは新橋の柏屋。芸者として働いていた良子は、その美貌で当時新橋下流界で一二を争う人気を誇っていた。良子は宗光に見初められ、前妻亡き後17歳で後妻に。しかし宗光の政治家人生は波乱万丈。明治11年には政府転覆計画に加担したとして禁錮5年の刑に処され投獄。出所後は政界に復帰し、駐米公使、外務大臣、農商務大臣を歴任するなど、目まぐるしく立場が変化している。そんな中でも良子は母として子育てをしながら家を守り、また政治家の妻として各所で存在感を発揮。持ち前の美貌と聡明さで社交界では六名館の花。宗光が駐米公使となって共に渡米した際には、ワシントン社交界の花と称賛された。歴史の教科書にも残る陸奥宗光の偉業の数々は、この美しく聡明な奥様の支えがあってこそ成し得たものなのかも。初代内閣総理大臣を支えた日本初のファーストレディ伊藤梅子。日本の初代総理大臣として有名な伊藤博文の妻伊藤梅子。二人は料亭林亀で出会い、前妻の住子と離婚後博文と結婚。強力なリーダーシップを発揮して明治史に名を残し、一見厳格そうに見える博文だが、実はかなりの女好き。当時のジャーナリストから公職宰相と呼ばれるほど。それゆえ女性絡みのトラブルも多々あり、神戸の茶屋の娘をめぐって大隈重信との間でいさかいが起こり、西郷隆盛が仲裁に入ったという話もあるほど。
一方梅子は好奇心の強い女性で、下田歌子に和歌を学んだり英語を習得したりして教養を身につけ、身だしなみにも気を払うなど貴族の鏡とも称されていた。そして明治42年に博文が暗殺によってこの世を去った際、梅子は涙を見せずに気丈に振る舞っていたが、自室にて国のため光を添えて行きますし、君と塩もえどかなしかりけりという歌を読み、夫の死を悼んだそう。激動の幕末を孤独に過ごした徳川15代将軍の正室一条実子。1603年に徳川家康によって始まった江戸幕府、以降250年以上にもわたって日本を統治してきた徳川家の最後の将軍慶喜の正室となったのが一条実子。もともと慶喜の婚約者だった千代君が病死したため、一条家の養女となり代わりに妻となる。代役として妻になった実子は、慶喜との仲はあまり芳しくなく、慶喜との間に女児を授かるも幼くして死亡。以降子宝には恵まれなかった。夫は将軍の職についてからも江戸には戻らなかったため、実子も大奥に入ることなく長い間夫婦は別居生活。一方慶喜は二人の側室を寵愛しており、21人の子供を授かっていた。明治維新後、慶喜と実子はようやく同居を始めるが、その後も二人の妾の子供たちは実子が育てたそう。正室でありながら夫からの愛情が薄く孤独な実子、当時ではよくある夫婦像ではあるが、切なさを感じてしまう。日本の資本主義の父を支えた美しき剣婦渋沢兼子、新一万円札の肖像にもなることで話題の渋沢栄一の美人妻が、こちらの渋沢兼子、もともと渋沢の妾となった後、先妻千代の死後5歳として明治16年に結婚。渋沢は尊王攘夷の思想の影響を受け、徳川慶喜に仕えた後、慶喜の実弟で水戸藩主の徳川昭武に随行し、パリの万国博覧会を見学するなど、欧米の先進諸国の知見を直に学ぶ。その後大蔵省を経て第一国立銀行の頭取を務めながら、多くの民間企業などの創設や育成に尽力した兼子は、夫婦で渡米してルーズベルト大統領と会見したり、渋沢が団長となって国内6都市の商工会議所を中心とした渡米実業団の一員として同行したりと、夫を積極的にサポート。また6名間ではバザーなどの慈善活動にも協力。近代日本の経済発展の礎を築いた渋沢栄一ですが、日本社会に新たな価値観を取り入れ変革をもたらした背景には、共に第一線で活躍した兼子の支えが大きかったのではないでしょうか。